業承継とかってまだまだ、まあ事業承継はね、僕はすごく意識しているんですよ。なんでかっていうと、今年僕還暦なんですね、60で、はい、まあ、サラリーマン継続、もう特に辞めてますけど、はい、継続してたとしても今年の6月で、はい、一応終わりなので、はい、まあ基本はもう引退じゃないですか、はい、でまああと墓場までお金なんて持っていけるわけじゃないし、はい、僕自身はもうそんなに贅沢な生き方をができるわけじゃないんですよ。まああんまりしたいとも思ってないんですけど、はい、まあそこそこいい暮らしは十分できてると思うし、だからまあこれ以上なんか贅沢三昧する気持ちもそれも心地よくないんですよね、あ自分自身でね、うん、あの例えば3万円の寿司を食べたら美味しいですけど、はい、まあでも5000円出すと十分美味しい寿司食べれるし、うん、3000円でも美味しい寿司食べれるし、はい、だからそれでもいいじゃないかと、うん、なんか逆にそんなに高くなくても高いとなんか遠慮しちゃってみたいな、はい、自分のお金でもね、はい、でうちの奥さんも大体そういう考え方なので、はい、まあもうこれ以上持ってもしょうがないよねとは、はい、ただもちろん仕事そのものは好きなので、はい、別にお金のためだけじゃなくて、まあ友達、まあ知り合いもね不動産の関係者いっぱいいて、はい、まあみんないい人が多くて、はい、まあ話してても楽しいし、はい、で仕事の話して、まあ自分が何もやってないと話にも入っていけなかったり、はい、面白くないじゃないですか。そうですね、うん、だから僕は僕なりの考え方でいろんな仕事をして、はい、やりながら、まあそうは言ってもお金をもうどんどん増やそうっていう考え方はないので、はい、まあそれであれば、はい、自分の息子たちの世代にこの仕事がうまく受け継がれれば、はい、まあいいかなと、はい、結局税金で最終的に持っていかれたりするわけだから、はいはい、まあ早め早めにこう資産を移住していくとか、はい、まあそういうことも考えながら、はい、あまあ考え方とか技術とか、はい、そういうことも含めていろいろやってますけどね、はい、なかなか、まあ、自分と同じレベルを作ろうとしたらまあほぼ不可能ですね。あ、そうですか。やっぱりもう苦労してるそうあれが違うじゃないですか、はい、で自分で好きで始めてる仕事と親からもらう仕事じゃ、はい、やっぱりもうレベル落ち着かないですよ。子供に対するお金の教育っていうんですかね、はい、その辺っていうのはもう早い段階からされてたんですか。いやあんまりしてないですよ、はい、正直、うん、僕自身もほらずっとサラリーマンだったから、はい、不動産を始めたのが43の時だから、はい、それまではそのまでの子供はもう小学校高学年ぐらいにはなってるわけで、はい、その時はやっぱり勉強していい大学行って、はいはい、いい会社に就職して、はい、偉くなって、はい、高い給与もらうのが最高の人生なんだと、はい、で俺がそれをやってるよねって言って、はい、やってたわけですよ、はい、で僕自身も不動産の世界の人でいろんな人と知り合いになり、はい、事業家の方とかといろいろ話をしたりすることで、はい、いや僕の考え方そのものがまあ偏ってたなっていう考えね、自分も正しくなかったなっていうことが分かって、はい、まあ子どもたちの教育方針も正直正しくなかったんじゃないかなって思うようになっちゃったんですね、はい、だから今はまあ自分の好きなように生きていければいいかなと思ってるんで、はい、まああまりうるさいことは言ってないんですけど、ただ甘いもんではないので、はい、不動産のね子供も、はい、だからそこの考え方とかがちゃんとしてくれれば、はい、まああとはなんとかなんじゃないかなと、はい、まあもちろん僕がやったのが一番効率がいいとしても 70% 80% のパフォーマンスででも、はい、まあやれんならそれはそれで彼らの人生だから、はい、まあいいかなとは思ってるんですよね。だからまあ手伝えることはまあやっぱり自分の息子なんで、はい、可愛いじゃないですか、なんやかんや言ったって ね、はい、ね、だからなんとかまあ甘いことをしちゃいけないっていうのはもう頭にはすごくあるんだけど、はい、かといって自分たちが贅沢して、はい、子供たちが年収200万円で苦労するっていうのもちょっとないじゃないですか、はい、だからそこのところはね、うん、甘えさせない程度にはサポートは
なサポーターしてあげようと思ってるんですよね、はい、でやれることはただお金をそのままやるっていう考え方はないんですね、うん、まあ最後死んでしまえば僕が、はい、大金自動的に言っちゃいますけど、はい、でももう今の時点であげることはしてないです。ただあのなんていうか帳簿上とかね、はい、そういうところではお金はずらしたりしてるんですよ実はね、はい、あのまあ、具体的には役員借入金って法人にいっぱいあるんですけど、はいはい、まあそのお金の 僕がな、まあ、1億も2億も会社には貸してる形になってるんで、はいはい、そのうちまあ100万円を毎年子供たちの貸し出し金に切り替えると贈与税かからない贈与税はい、ね、それでそれをちゃんと、証明書を取って、はい、毎年100万円なるほど。ただ100万円の現金をあげちゃうと使うとか、はい、まあおかしくなっていくこともあるじゃないですか、はいはい、だからそれお金はあげないと。なるほど。ただ権利はあげてるみたいな。なるほど。そのうちだからいつかは、はい、あのあれになるし、はい、法人としても結局役員の貸し出し金の名義が変わってるだけで役員貸し出し金の額は変わらないじゃないですか、はいはい、と自己資本比率とか、はい、実質的なね、うん、そういうものは会社としても維持できて、はい、だから僕はもうそのやり方で、はい、まあ10年やれば、まあ、2000万ぐらいは移せるわけだから、はいはい、まあ、そういうお金を移したり、あと最後は株式を移していくとか、はい、まあ、最終的にはねその会社ごとを上げるようになるはずなので、はい、まあ僕は頑張れるうちは頑張りますけどね、はい、もちろん。ただもう移ってもいいと思ってやってますけどね、はい。今年のあのお正月は今までにないあのお孫さんと初めて過ごしたと大変でした。全然違いますか、やっぱり感覚というか。まあどんな感覚なんですか。なかなか難しいですよね。あの実感がさ、はい、それほどあるわけではない、要するにいつも離れて住んでるじゃないですか、はい、で生まれてから5、6回ぐらいしか会ってないんで、まあ、写真はね、はい、定期的に送ってもらって見てるんですけど、はい、だからまあただ似てることは似てるわけですよ、はい、あんなやっぱりね遺伝子入ってるよね、みたいなのはすごくわかるし、はい、だからまあ、あ自分のまあ将来の後継ぎなんだな、はい、みたいな感じで見てるんですけど。ファミリーじゃないですか、まあ、ファミリーゴッドファーザーなわけですよね。そうですね。そういう教育というかもう早めにその栄養学を、まあ、その前にも息子を教育しないからね。でもまあ、そうやって自分の元に生まれてきてる子なんで、うん、はい、不幸には絶対させたくないですから、はい、まあいろんなことをね、はい、もし小学校、中学校、バイトがてらうちの掃除しながら、はい、いろんなことを、はい、おじいちゃんの仕事ってこんなことで、こういうことに興味あったら、お前がやればいいんじゃないかっていう、はいはい、ことをね、はい、僕が始めたのが遅いからできてないこともあるんだけど、はい、まあ20代から巨大なバックアップを持って やれる力がついてくれれば、はい、もっとすごい世界をね、はい、その彼が作ってくれるかもしれないんで、そうですね、うん、ただあんまり無理強いしてもいけないと思ってて、はい、まあ自分が他のことは音楽が好きなら音楽やればいいし、はい、美術が好きなら美術やればいいし、はい、とは思ってますけどね、はい、もうこれじゃなきゃいけないっていうふうには縛るのやめようと思ってますけど、はいはい、そこはご子息も息子さんに教育する時とはやっぱり変わってくるわけですね。そうですね。本当は今はもう今の時点では息子たちにはそれは言ってますけど。ああそうですか。もうやっぱり僕はほら僕自身が狭い世界で生きてたからそういう考え方を子供にある意味押し付けてた、はい、まあ、僕の失敗ですよ教育の、はい、でまあ、それにもう僕は気が付いているので、はい、もう今の時点でもね別に子供たちはそうやって生きていけばいいと思ってるし、まあ、まあ孫はまあ当然もう子供の頃からそうやって生きて、ただ孫の教育の責任は息子だ、はい、息子たちなんでそこにまた口出しするのも変な話なので、はい、そういう話はするけれども強制的なことはする気ないですけどね。